チャス優勢です。見事な曇天、そしてこの雄大な太平洋、高知県香南市にやってまいりました。今日の目的は反り立つ壁ならぬ反り立つ道ということで、何やらねもう道がねもう坂を越えてもう反り立ってる場所があるらしいということで、早速朝早いですけど向かっていこうと思います。では行こう。うわこれはなかなかお目にかかれない光景だ。これは面白いな。6時半から通行か。あれもう6時半じゃない？そろそろ6時28分だ。じゃあもうそろそろさ動き出すんじゃない？危な、普通の橋になるとこじゃん。動き出すとこ間近で見てえな。これは見たことないな今まで。あの橋が上下に動くタイプのは見たことあるんだよね。佐賀で道路があって下に川があってこう上に上げとくことで船がこの下を通れて人が通るときは下がる。でもあれは人が通るときだけだったような気がするんだよな。下げるのこんな感じでもうがっつり道が動くっていうのは見たことないわ。6時半から動けますよって。6時半になったけど全然動く気配がないな。え、待って、あ、待って、もう動いてる。動く気配がないとか言っときながら、え、めっちゃじわじわ動いてる。おお、いやラッキーだな、こんなとこ見られると思ってなかった。あ、すごいすごい。踏切みたいになってたからねさっき。お、あげました。おはようございます。皆さん普通に渡っていく。え、これ言われなかったら気づかねえじゃんこの橋。まさかこの橋がさ動くって。はというわけで今日は反り立つ道調査にやってまいりました。では次回またね。銭形砂絵真上から見るとどうなっているのかちょっと検証していこうと思います。見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくよろしく。